日本では独自の心理的効果を上げる目的で、神社仏閣、宗教施設などに多く設置される。多くは、信者の起進による登りは、日本における旗の形式の一つ。長編の一方と上辺を竿にくくりつけたものを指す。平安時代以来、武士たちは軍用を誇示したり、自軍と敵軍との識別を行うために、長い布の短編に木を通して、紐で吊り上げて、風になびかせる。 竹の高い流れ端を軍団の象徴として掲げた。時代が下って、室町時代になると、武家の一族間での争いが増加し、同じ流れ端と同じ家紋を用いる敵味方の判断に混乱を生じるようになった。このため、布地の長辺の一方と上辺の合わせて二つの辺を、 旗竿に結びつけることで流れ旗との識別を容易にした登りが発案され、全国の武家へと徐々に広まっていったとされる。登りはそれまでの流れ旗に置き換わっただけではなく、管理がしやすいことから、戦国時代を経て幅広く利用されるようになった。まといと呼ばれる馬印や旗差し物などに、登りが用いられ、日本における軍旗の位置形式となった。近代までの軍用の登りは、 面もしくは絹の織物を用いた。布の寸法は由来となった流れ旗に順じ、高さを一条二尺、幅を二の前後が標準的であった。このほか馬印やまといに用いられる四方と呼ばれるほぼ正方形の上りや四半と呼ばれる十横比が三対二の比率の上りが定型化する。 もっともこれらはあくまで一般的な寸法であり、家によって由緒のある寸法を規定することや流行に左右されることもあった。また、旗竿への止め方によって、乳と呼ばれる布製の筒によって竿に固定する乳付け旗と旗竿への接合部分を袋縫いにして、竿に直接縫い付けることによって堅牢性を増した縫い含む旗に区別できる。 旗竿は千段巻きと呼ばれる紐を巻いた漆塗りの菓子材や竹を用い、登りの形態に応じて全体を、との字型あるいはガンマ字をにした形状にして布を通した。合戦場を埋め尽くす、家門入りの登り岐阜市歴史博物館像収蔵、関ヶ原合戦病部両国国技館の登り旗。現代の登りは、主に広告用の資材として利用されている。 前述の乳付け畑に準じた形状の上りであり、何点かの乳を使って、前述の逆 L 字状の竿に言わえて固定する。布の寸法の比率に基準はないものの、空間を効率的に利用しつつ布面に文言を記載するために、縦長の形状になる。様々なタイプのものが開発されてきている。棒袋上り乳の部分を棒袋状に仕立てることで設置が簡単になり、 かつ巻き上がり防止にもなる。かつては旗竿に竹を使用したこともあったが、昨今では金属パイプに塗料を、塗布表面処理を施した既製品や合成樹脂素材で成形した既製品を利用している。布は価格をいかに安く抑えるかを主眼に、合成繊維が用いられるようになっている。薄い生地であるポンジを用いて、片面印刷になっているものが多い。 木綿などに比べ耐久性は低い。また、軍用品として、戦場で兵卒が常に傾向することを踏まえていた、金星以前とは言いなり、台座に固定して無人での管理を前提としていることも特徴である。安価な大量生産のものは、バンを使用したシルクスクリーンプリントや、小ーロットにも対応できるインクジェットプリントがある。 かつては染め抜きで作られ、裏面の色抜けが重要とされていたが、インクジェットの普及とそれにちなんだ小ロットのコスト削減の優先により、裏面の色抜けの重要性が薄れてきている。一方で、道路や歩道などに設置される広告用の上りには、通行の妨害になる、景観を損ねる、歩行者や車からの見通しを妨げ、交通安全の観点から危険といった批判も多い。また、 台風などの強風時には土台ごと転倒したり飛ばされる危険もある。プリント技術の進歩によりインクの耐候性は上がっているが少量の水が付着すると色流れの場合がある。ありがとうございます。